あっこ、めっちゃうまいよ。美味しい。めっちゃうまい。もう関係者以外立ち入り禁止って書いてある。無断で。夜になったらここに電車が戻ってくる。いや、ここ点検とかそういう施設でチェックの車両点検の。ここが貨物とかの。ここじゃん。すげえ。JR 貨物食堂。貨物食堂ってどういう意味？食堂なんでしょう。学食。ご飯が食べれるの。でしょうね。一般の方もどうぞって書いてあるよ。うん。え、行きたい。ちょっとここ今日は。え、行ってみよう。え、どこにあるん？そこだね。これ？うん。もうだ、学校じゃが。なんか学校みたいじゃないか。うん、ある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 。え、すごい。これなんかちょっとよくわからん感じ。出てきた。ね、うん、関係者の。これ入り口が向こうってことね。なるほど、ここじゃない。お疲れ様でした。もう関係者のね、香りがすごい。やばいな。うん。お疲れ様でしたって思う。もう関係者以外立ち入り禁止って書いてある。無断立ち。でもさっき一般の方もどうぞ。そうだね。すごいな、こんなところがあったんじゃな。うん。あんまり通る場所じゃないと思うけど、工場っていうかそういう目的のあれだから。え、夜になったらここに電車が戻ってくる。いや、ここ点検とかそういう施設でチェックの車両点検の。ここが貨物とかの点検場所で、やっぱりそういう関係の人たちがここで。あ、なるほど。うん。学校じゃん。え、すげえ。あの中に？向こう、あのそういう現場じゃないけど、そういう事務所があって。こんな方ね。こっち。え、ここなん？うん。一般の食堂利用者様の駐車場をお断りしていますって。そうだね。あの近くのパーキングで。あ、ここは止めた。社員専用なんです。そうだね。営業時間7時まで。定休日は日曜日です。はい。じゃあ入ってみます。はい。じゃあ。ルーラー。勝手にどうぞみたいな。
初チェーンっていうことがすごいびっくりした。どうぞ。美味しい。ずっと食べたら普通にうまい。うん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 。めっちゃうまいよ。美味しい。めっちゃうまい。うん。うん。あっこ、あ、普通に無理美味しい。あ、500円、まずいな。まあ、味なんかちょっとまずいかなと思ってるけど、めっちゃ美味しいわ。なんかモロゾフって書いてある。僕ね、プリンの入れ物、うん、これも親子とか、このコップじゃん、うん、これはモロゾフじゃん、うん、レアだね。やばいな、うん、ちょっといいな、なんかこうそういうところがいいね、うん、全然いない。はい、どうもした。そうだよな。お疲れ様でした。お疲れ様でしたって書いてある。上にね、お疲れ様でした。いや、なんか入ってもええんかなっていう感じにはなったけど、全然入ってもいいよね。うん、普通にでもご飯美味しかったし、安いし、まあ、この辺の近所の人は、まあ、なんか食堂代わりに使っていただけてもいいかなととても思います。そうだね。あと、なんかでもお昼間とかめっちゃ人がいっぱいある時に来たら、なんかすげえ出会いの場合になりそう。昨日も撮った時めっちゃなんか、出会いそうよな。ビジネスマンみたいな。ちょっと12時ぐらいに狙ってこようか。うん、ランチもあるしね。よな。うん、なんか話しかけられんかな。誰ですかみたいな。毎日通おうか。うん、いいね。っていうちょっとそういう方もいてみてください。いいですか。最悪やな、そんなに。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。